こんにちは。愛と笑顔で世界を変える男、感動の講演会、山田和弘です。よろしくお願いします。イエーイ、せーの、いいね。はい、もう今日あったこと、今日気づいたこと、僕タクシー運転手やってるんですけど、お客様に泣かされちゃいました。僕は本当にお母さんの愛っていうのが本当素晴らしいと思ってて、80歳って言ってましたね。2人乗ってこられたんですけど、80歳のお母さんと息子さんが50歳の方が乗ってきました。そしてはお客様に下を向かないで上を向きなさいって言われました。僕は愛があるお客様だなって、なんでかっていうと、その息子さん50歳なんですけども、ちょっと障害がある方でもう喋れないんですね。あんまり単語だけ、例えば窓バンバンって叩いたらどうしたのって、叩かないでねって優しく言ってます。そして痛いって言ったら、痛かったね、痛かったねって優しく言ってます。怒るっていうことは何しても怒んないですね。必ず優しく言ってます。そして僕とその80歳のお客様がこうお話ししてるじゃないですか。世間話、例えば道であったり、この道いいですねとか、そういう話になったりして、で50歳のお子様が何か言ったりしたら、なんかこうちゃんと喋れないんですよね。袋、お土産があってこれこれみたいな。そしたら僕との会話は終わり。息子さんを息子さんを息子さんを第一優先にして話します。関係ないですよ、タクシー運転手なんか。子供が何か言葉を話したときに、お母さんが必ず子供の言葉に対して、お母さんは必ず答えます。すぐに関係ないです、他人なんか。子供の言葉を受け取って愛で返す、優しく返してました。何やっても優しく返してました。その方はいろんな勉強したって言ってました。本を読んだりいろんなセミナーに行ったんでしょうね。僕には分かりませんけど、あんなに優しく丁寧に言葉を使う人はいないなって初めて思いました。そして子供を最優先、誰かと他人と話してても関係ない、子供がに何か問いかけられたら必ずすぐ子供に対応する。それやってますかね。俺やってたかな。
テレビ見てて、葵くんに何か言われた時、ちゃんとすぐ対応してたかな。奥さんに何か言われた時に、スマホ見てたんじゃないかな。ちゃんと目見て話してたかなって思って。すごく反省しました。ちゃんと愛する人の話を聞く、子供の話を聞く。改めて、いつも頭の中では分かってるんですけど、できてないなって、意識してたけどまだまだだなって、うん。そのお母さんは僕だけじゃなくて、多分他の人にも、他の人と話してる時でも必ず子供優先してると思います。うん、僕もそういう人になりたいなって思いました。思っててもできてなかったな。もっと意識して奥さん、葵くんにできるようになります。以上です。よっしゃ、イエーイ、せーの、いいね、ありがとうございました。ちょっと泣いちゃいましたけど OK です。イエーイ、いいね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 、ありがとうございました。